ハーティントン公爵夫人、シャーロット・キャベンディッシュは、イングランドの貴族、第三代バーリントン伯爵リチャード・ボイルの娘、ウィリアム・キャベンディッシュと結婚し、1748年から1754年までは、ハーティントン公爵夫人として知られている。シャーロットは、1731年10月27日、第三代バーリントン伯爵リチャード・ボイルとドロシー、サビルの三女。 シャーロット・エリザベス・ボイルとして生まれた。シャーロットの姉、長女のドロシーは1741年にイーストン伯爵、ジョージ・フィッツロイと結婚したが、彼は残忍な性格で幸せな結婚生活ではなかった。ドロシーは翌年の18歳の誕生日の直前に天然痘で亡くなった。亡くなった後、母のドロシーは彼女は過激な悲惨さから解放されたと語った。また、 次女のジュリアナはシャーロットが生まれる前に亡くなっていた。1748年5月27日、シャーロットはウィリアム・キャベンディッシュと結婚した。ウィリアムは後に第4代デボンシャー公爵となり、1756年に第一大倉教となった。結婚した時はハーティントン公爵だった。結婚はウィリアムが政治的に成功する手助けとなった。彼らはウィリアム、 ドロシー、リチャード、ジョージと4人の子供に恵まれた。ドロシー・ボイルとシャーロット・ボイルドロシー・サビル作、ナショナルトラスト、ハードウィック、ホール長男のウィリアムは1764年に公爵位を承継し、第5代デボンシャー公爵となった。三男のジョージは1831年に、初代バーリントン伯爵に助釈され、廃絶となっていた母方の祖父の伯爵位を復活した。 シャーロットは1753年の父の死に伴い、莫大な遺産を承継した。また、クリフォード男爵位を承継し、第6代クリフォード女男爵となった。キャベン・ディッシュ家は、彼女の結婚を通して、第3代バーリントン伯爵の不動産を承継した。その中には、ロンドン、ピカデリー通りのバーリントンハウスやチジックハウス、ヨークシャー州のロンデスボローホールやボルトン修道院、 アイルランド、ウォーターフォード圏のリズモア城などが含まれていた。シャーロットは結婚6年後の1754年12月8日、ラトランドのアッピンガムで天然痘により亡くなった。クリフォード男爵系フズ。ありがとうございます。